さてさて、今回のアルチャンネルは24こと北24条駅界隈を探検するよ。中央市場惜しまれつつ閉店しちゃったね。八百屋、肉屋、魚屋、花屋、いつもの買い物で行ったよね。隣はスーパー松田だったよね。マックスバリュー北店、昔はフードセンターだったよね。近くには職人の靴屋さん、焼き鳥の名店あったよね。樽川通り、ピンクなお店がいっぱいあったよね。懐かしい24を見に行こうね。この動画は江頭2時51分様、笹波優也様、M78 クラブ様、武蔵義信様、ドサンコマイケル様、RA188E 様、だるま様、周縁様、黄緑緑様、ダンマゲス42様、三浦勝則様、伊藤雅人様、三浦和信様、マリオ様、マサッチ様、ビッカ様、サーバイン様、ポンポサオ様のご支援で作られています。投げ銭誠にありがとうございます。今回は夜の24を探検するよ。今日は2023年4月4日。ここは宮の森北24条通り、道道89号札幌環状線です。今回は24と呼ばれている地下鉄北24条駅付近を探検するよ。24といえば庶民の生活と繁華街、そして歓楽街がぎゅっとまとまっているよね。こちらは平成2年の様子です。すすきの交差点に負けじと酒の田中さんにはスーパー日課の看板がありますね。現在、酒の田中さんは向かいの東京同書店2階に移転してて、ここにはセコマがありますよ。そして通りを挟んだ北23条側には2階にとんかつの玉藤さん、1階は和菓子屋さんの壺屋さんがありましたね。こちらは平成12年の同じ交差点です。先ほどとあまり変わってませんね。玉藤さんの隣には、長年北24条商店街の理事長ペットショップ小泉さんがありますね。樽川通りを挟んだ西5丁目側も見てみましょう。角地にあるのはフラワービル。このビルの1階で昔みんな買い物したよね。2階には24では有名なビアホールマス屋さんがあるこのビル。このビルの1階にあったのは中央市場でした。生鮮中央市場はお魚、お肉、野菜など食卓に必要なものは何でも揃う市場だったよね。フラワー北田さんで早狭い店内でたくさんの従業員さんが働いていたよね。角にあったのは八百屋さん。庄司商店になる前は川田さんだったかな。威勢のいいおばちゃんが売り子さんでたくさんいたね。ちなみにここにあった川田さんは一番出口の近くの丸か川田商店の親戚だったようだよ。中の様子はこんな感じだったね。8店舗が営業してた中央市場。昭和32年からこの場所にあった中央市場。昭和60年に現在のビルになっても市場の雰囲気はそのままだったね。そんな中央市場とも別れの時がやってきます。令和4年いっぱいで市場は解散したよ。建物の配管が営業しながら修繕するのは無理なくらい老朽化したようです。おかず工房にはよく行ったよな。町のお惣菜屋とお弁当屋を兼ねたような店でした。お昼時はランチを買いに来るサラリーマンがいっぱいだったね。コンビニ弁当にはない手作り感が最高でした。お惣菜は大皿に盛られた家庭料理。食卓を彩るもう一品をお母さんが買っていたね。サンプラザ側の入り口近くにあったのはサンキュー製菓さん。新鮮野菜がたくさん売っていたね。親子2代で40年近く商売されてました。解散が近づくと一つまた一つとお店が市場を去っていったよ。こちらの日の出水産さんみたいに近くに移転できたお店もあったよね。ここにあったファッション&ラブさんも近くに移転したよ。たくさんの楽しい日常を残してくれた中央市場、ありがとうございました。フラワービルは隣のビルと一体で再開発構想があったけど、
どうやら隣だけ単独で建て替えるようです。フラワービルの隣にぽっかり空いた約170坪の土地。ここに昔何があったか覚えていますか？昔は第一ビルって名前だった DY23 ビル。ここの1階にあったのはスーパーマツダでした。スーパーマツダは釧路が本社のスーパーマーケット。24時間営業をしていたよね。平成13年自己破産しちゃったよ。その後一時アインズだった時期を挟んでスーパーエースになっていたね。24のお買い物事情もなかなか変化しているね。平成18年には西9丁目にスーパーアークスも開店したしね。現在この界隈のスーパーはマックスバリュー北店だけかな。そんなマックスバリューの昔の名前は札幌フードセンターでした。札幌フードセンターは昭和36年ここ北24条に誕生したよ。今のお店は昭和61年に移転オープンしたもので、それまでは現在カラオケ歌屋があるビルにあったよ。平成12年札幌フードセンターは北海道ジャスコと合併してマックスバリュー北海道になったね。看板が変わったのは平成17年のことでした。そんなマックスバリューの向かいにあるケンタッキーフライドチキンと同じビルに昔あったお店覚えていますか？現在はとってもおしゃれな外観のカフェナツリーさん。落ち着いた店内からはお向かいのマックスバリューが見えますね。こだわりの食材で作られた自家製スイーツと軽食が美味しいようですよ。そんなカフェナツリーさんのところに昔あったのは靴の丸山さんです。靴の丸山さんは昔からやってる町の靴屋さん。それほど大きくない店内には靴が所狭しと並べられていました。紳士靴、婦人靴だけではなく草履や下駄も売っていたね。しかしこのお店の真の実力は品揃えだけではなかったよ。もう一度外観を見てください。看板は靴修理販売です。販売よりも修理の方がメインになっています。店主さんの手にかかれば直せない靴はないってくらい修理がすごかったよ。使い捨てではないものを大事にする精神が生きていました。商店街マップにはそんなこだわりが見て取れます。主な商品、靴。お店の人から一日大預かりで靴の修理をしています。潔くてかっこいいです。そんな靴の丸山さんも店主さんのお年から令和3年限りで閉店したよ。いや、懐かしいお店の閉店はほんと寂しいものですね。この通りにはもう一つ閉店した名店がありましたよ。現在居酒屋しくらさんがある石原ビルの1階、昔ここにあったのは焼き鳥のナルトさんです。このシャッターがあるところ気になりませんか？ここには巨大なビールタンクがありました。波のお店なら持て余す200リットルのサーバー。そんなサーバーを置けるほどナルトさんは繁盛していました。地元じゃ大人気のナルトさんに入ってみようね。お世辞にも綺麗とは言えない店内。でもそれが逆にうまい店だと確信するよね。ナルトさん、もちろん焼き鳥がうまいんですが、名物はジャンボつくね。名前に偽りがなく本当に大きかったよ。そしてナルトさんといえば煮込み。もつ煮最高でしたが、牛すじ煮込みもうまかったよね。そんなナルトさんは平成26年閉店しました。昭和45年、刑事から脱サラして北18条で創業したナルトさん。閉店理由は号令だったからのようですよ。それでは次は好評のコーナーをお楽しみください。
のすすきのとの異名を持つニーヨン。それでは昔のこの辺りはどんな感じだったのかな。北24条付近ですよ。ニーヨンの町は南北に貫く樽川通りと東西に走る道道札幌環状線宮の森北24条通りの交差点を中心に発展してるね。気になるのは西側は道が斜めに通っていること。昔はどうかな。その昔道路があるのは北23条まで。それも相当悪い道だったようだよ。現在の24付近は札幌市の前身札幌区だったけど、西は小谷村、東は札幌村に挟まれる地域だったよ。そんな何もない草原だった24にできたもの。これは何でしょう。みんな気づいてるよね。ここにあったのは札幌飛行場。昭和2年、旧北海タイムスが飛行場を作ったよ。その後飛行場は国有化され拡張し、東京までの定期航路が運行されたよ。昭和15年、施錠により軍用飛行場になりました。格納庫などの施設は北24条西8丁目にあり、今も当時の門柱が残っているよ。戦争が終わると飛行場は進駐軍が焼き払ってしまいました。そんなニーヨンに新しくできたのは引き上げ者住宅。北24条から26条に建てられたよ。たくさんの人が移住してくると交通問題が発生したよ。そんな問題の解決策は市電だよ。昭和27年、北18条から延伸された市電。昭和38年には麻布までさらに延伸されたよ。市電が開通すると爆発的に人口が増えた北24条界隈。昭和20年、飛行場内に開店したカフェ翼がこの界隈の最初の飲食店。その後現在の樽川通り沿いの鶴葉あたりに通券の赤ちょうちんができたよ。この写真は地下鉄開業前の昭和46年6月。この頃も街は十分発展していますが、激変したのは地下鉄の開業。当時の地下鉄はここ北24条が終点。終点ってことは乗り換えの人も乗降するってことで人が集まります。ということで駅の周りにはたくさんの飲食店が集まってきたよ。数軒の飲み屋しかなかった戦後のニーヨンはわずか四半世紀で400軒を超える飲食店が集まりました。この頃から北のすすきのと呼ばれるようになるよ。こちらのバスターミナルは昭和48年に開業したよ。ニーヨンの繁華街としての地位低下の原因は昭和53年麻布駅への地下鉄延伸と言われているね。そして他にも2回転機があったと考えられるよ。一つは昭和63年の地下鉄東方線開業です。東方線開業で東区方面へのバス路線が大幅に縮小されたよ。これにより北24条駅の乗り換え客が大幅に減りました。そしてもう一つが平成20年の北海道洞爺湖サミットだよ。あれ、サミットってニーヨンでやってたっけ。ニーヨンは会場にはなってませんよ。しかしサミットを前にして道警はススキノ以外の大人の店を一斉に摘発します。かつてニーヨンはリトルススキノと呼ばれるほど大人の店が集まっていました。ニーヨンにあったのは風営法による店舗型2号営業のお店。札幌はおろか広く全国に名前を知られた有名店にも摘発が入ったよ。実際に近隣には団地がたくさんあったのでリアル感があったよね。先ほど紹介したスーパーマツダがあった第一ビル、このビルにもたくさんの大人の店が入居していました。大人の店は樽川通り沿いの北23条に集中していたよ。独立したビルだった団地妻、スーパーマツダがあった第一ビル、中央市場があったフラワービル、そして平成2年に建ったワロス N23 ビルは1階以外ほぼ全部がその手の店のビルでした。幹線道路の樽川通り沿いで商店街に面していますが、1階は普通のお店だし、
入り口は別だから奇妙に共存していたよね。また少し離れた北24条西3丁目の杉森ビルにもたくさん入居してたよね。これらの大人の店が入るビルは、先ほどもお話ししたように商店街の中にあったけど、飲食店が集まる地域とは別のエリアにありました。一度大人の店が入ったビルに普通のテナントを入れるのは難しく、摘発後は寂しい感じになったビルが続出したよ。バロス N23 ビルは比較的新しいビルだったので、名前を N23 ビルに変えて再出発できたようだね。現在入居しているのは普通のテナントですよ。また他とは離れたところにあった杉森ビルは、現在はスナックなんかが入居しているよ。しかしこうして復活できたビルは幸運なのかもしれません。摘発後も法に触れないお店が細々やっていた第一ビル。2階の会いに来いって店名はジョークなんだろうけど、何か悲痛な叫びにも感じますね。スーパーエースの賃料でなんとか維持してるように見えた第一ビル。そんなスーパーエースも令和3年閉店したよ。一度ついたイメージは払拭できず、再開発のため取り壊されたね。こうした産業には様々な考えがあると思いますが、現実として一つの街を衰退させた原因になったことは事実ですね。それでは24の懐かしい店を見ていこうね。この辺りは24で一番賑やかかもですね。右手のゲオの昔の様子覚えてますか？アミューズメント菅井24でした。そうそう、24にも菅井あったよね。昔ながらのゲームセンターだったよね。ビリヤード場も併設していたね。菅井は平成20年代からゴタゴタしてたよね。夜になると学校の先生が見回りに来ていたよね。もう一つ懐かしいお店を見に行こうね。24から少し南の北22条。その角にあるおしゃれなお店覚えてますか？とってもおしゃれなカジュアルショップの LD ストア。ここに昔あったのはランドツーツーでした。24のジーンズショップの草分けだったよね。昔、市内各地にあったランド USA の1号店だったよ。ランド22は昭和52年にオープンしたよ。デバイスをここで初めて買った人も多いんじゃないですか？他のお店にはない外観がおしゃれ心をくすぐったよね。まるでアメリカにあるお店のように宣伝していました。通りから見える店内は別世界のように見えたよね。ここで服を揃えれば必ずおしゃれに見られる自信がありました。一時期は月寒や裏参道、美梅、釧路にもお店あったかな。最後まで残っていたのはここと裏参道だったと思います。平成30年、2つのお店を統合して生まれ変わったよ。カジュアルな服の買い方はここ数年で随分変わったよね。今の若年世代の買い物の仕方に路面店は合わないのかもしれません。一方で最近の中高年はとってもおしゃれ。時代に合わせてお店も変わるんですね。さてさて、今回は24こと北24条駅界隈の今昔を探検したよ。24は戦後爆発的に発展して北区の中心となった歴史を垣間見れたね。24発祥のお店は、昔はランド USA や札幌フードセンター、今はニトリなのかな。いろんなお店があって、裏路地にはこんな大人の宿泊施設もありますよ。ここに戦後カラフトからの引き上げ車住宅があっただなんて驚きですね。さて、今回はナイトドライブ探検をしてきました。初めての試みでしたが、いかがでしたか？皆様からの感想をコメントどしどしお待ちしております。また皆様からの投げ銭は動画作成にとても役立っております。お気に召しましたら投げ銭よろしくお願い申し上げます。よろしければグッドボタン、チャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。